映画監督渡辺創記。学生時代から自主映画を制作。大学卒業後も家庭教師をしながら映画を制作。1987年家庭教師で監督デビュー。その後「島国根性」で1990年度の日本映画監督協会新人賞奨励賞に選ばれ、またこの作品でカンヌ国際映画祭に出品。続く1992年の「ザ・ザンボ」に奥山和義率いる松竹が出身するなど、独自の感性で作られた映画は評価を高めていった。しかしザ・ザンボの登場人物が実在の人物の実名であることなどから松竹と決裂、フィルムを買い取って自主興行を始めるあたりから、独自色はエキセントリックなものへと変貌していった。その日一日限りの上映で全国の公民館などを巡業し、興行場所近くの電柱や壁には過激なポスターがあふれ、そこに名残が書かれる「実に着目室」「ハンカチ必ず持参」「ゲロ袋用意してます」などの戦場的なキャッチコピーで大塚に名を馳せることとなる。一方で先導そのままの内容を期待した大衆とのトラブルは避けられず、跳ね返せコールが起きるにとどまらず暴動騒ぎに発展することも少なくなく、テレビの警察特番などで取り上げられたこともあります。また現代の闇に切り込み、タブーに果敢に挑む内容のため、会場側から直前に上映休止されることもあり、そのうち群馬県安中市の事例では安中市に50万円の損害賠償の支払いを命じる判決が東京地裁で下った。ザ・ザンボ以降1996年の「バリ荘厳」、98年の「ハラハラ時計」までは積極的に活動していたが、次第に活動は限定的となり、2005年の御巣鷹山は大都市と地元福島以外ではほぼ見られなかった。2008年「ノモンハン天皇伝説」と立て続けに発表。そのアクティブさとテーマの過激さは詰められていたことの裏返しだったのだろうか、社会直前に宿泊費を踏み倒した詐欺容疑で逮捕。そのまま山に葬り去られてしまうのではないだろうか。そう危惧していた時に見つけた上映の情報、これは行かねばなるまい。その思いで豊島公会堂に駆けつけた。あ、すいません、公会堂の方、何でしょう。今日映画やると思ったんですけれど、主催者側の方が、いえいえ、見に来たんですけど、動画の、そしたらね、細かいこともし説明してできたら、クリーンセンターの2階の事務所の、クリーンセンターの2階の事務所、わかりました、じゃあ行ってみます。すいません、ちょっと公会堂について伺いたいんですけど、今日映画やることになったと思うんですけど、はい、理由は公会堂の病院の中止のお問い合わせがあったんですけど、病院の内容は公の施設でやるようにふさわしくないということで、それで非常にしました。ということは、監督の方からキャンセルしたんじゃなくて、いや、うちの方でお答えして、それいつも決まったんですか？ 23日のご本人に取り組み通知を出してもらったんです。On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and life